井上聡君本共産党の井上聡ですあの昨年4月に質問した広島の被爆建物旧陸軍被副市長の保存について質問いたします、まあ、この建物は被爆直後に臨時救護所になってたくさんの被爆者を見取りました、まあ、全長400メートルもある、まあ、最大の被爆建物であります、まあ、広島県が4棟のうち3棟を保有をしているわけですが 1>, 1棟のみ保存して、2棟解体するという方針を出しまして、これに県民からも、そしてこの国会の与野党からも、全棟保存するべきだという声が上がりました。で県は先日、3棟すべてを耐震化をして、全棟保存をの利活用を検討するということに踏み出しました。あの大変私も喜んでおりますけれども、これに応えてぜひ国としても踏み込んだ対応をしてほしいと思うんですね。 まず文化庁にお聞きしますが、広島県は、この建物が被爆建物としての価値とともに、国指定の重要文化財級の価値があるという有識者の意見を踏まえて、まあ、国からの支援を受けるためにも、重要文化財の指定に向けた調査を実施することについて、文化庁に説明して、まあ、了解を得たと説明をしておりますで。この建物の建築史的な価値や歴史的意義について、文化庁としてどういう認識をされているのか。 それからこれまで県にどのような上限をして、今後、広島県がどう取り組むのか、お答えください文化庁、榎本審議官旧広島陸軍被服支障の建物は、記録によれば大正2年の建築であり、現存最古級のコンクリート造りの建物として、一定の建築史的な価値があると考えられます。 また爆風により鉄の扉がねじ曲がるなど被爆の実相を伝えるとともに原爆により被爆した際に被災者の救済拠点となった施設でもありこれらを踏まえた歴史的な意義もあるのではないかと考えられますまたこれまで文化庁は広島県から被福祉省の文化財としての保存方法や安全対策について相談を受けたまわっており専門的な助言や現地保存の協力を行ってまいりました 今後は広島県は被服祉省の文化重要文化財指定を目指して、調査を行う予定と伺っております。文化庁としては、保存活用について、どのような議論になるのか全体を見守りながら、必要に応じて専門的な助言を行ってまいりたいと考えております井上聡君。積極的なあの助言、支援をお願いしたいと思うんですが、残っている4棟のうち1棟は財務省の所有です。 で広島県から全島保存の利活用の検討にあたって、財務省にはどういう連絡があったのか、まあ、そして、当然財務省所有の1頭も保存利活用することになると思いますが、えー、耐震強度との調査など、保存にどう取り組んでいくのか、財務省、いかがでしょうか財務省井口次長、お答えいたします。 今、ご質問ございました旧広島陸軍被服市長につきましては、今ありまして、今後、県において重要文化財の指定に向けた調査とともに、利活用の検討を行うものと承知しております。こうした中、広島県からは、国、県、広島市で構成しております旧陸軍被服市長の保存継承に係る研究会、この場におきまして、4党全体での保存利活用の検討を行っていきたい旨の意見が示されたところでございます。 国所有の1棟の保存利活用の取り扱いにつきましても、この研究会での議論等を踏まえまして、また県と同様に建物の現状を把握しつつ、関係省庁とも連絡を取りながら対応してまいりたいと考えております井上聡君。ぜひ前向きの対応をしていただきたいんですが、唯一の被爆国政府として、この全島保存に取り組むことは、国際的責務だと、昨年、私、質問いたしました。茂木外務大臣からはこの菊池市長が 世代や国境を越えて被爆の実相を伝えていける建物を一つ述べて、まあ、広島県が残したいということであれば国としてもできることはすべきだという前向きな答弁がございましたあの広島県の新たな意向を踏まえて、まあ、国として被爆国の責務を果たすために全島保存に、えー、できることをやると改めて、えー、所見をいただきたいと思いますがいかがでしょうか小崎外務大臣 歴史をおろそかにする文明は滅びると、私はそのように思っております。あの広島県の意向も踏まえてです、ね、国としてできる限りのことをすべきだと、そのように考えております井上聡君あの。本当にできる限りのことを、ね、やっていただいて、あの本当にあの県民世論と、まあ、国会の与野党の要望の中で、こういう動きになったわけでありますから、改めて強くの求めたいと思います。 あの被爆の実相を残して世界に伝えるという責務が被爆国日本にあるわけでありますから強く求めておきます最後はミャンマー問題についてお聞きしますあの先日超党派のミャンマーの民主化を支援する議員連盟としてあの民主派が設立したミャンマー国民統一政府とのオンライン会議を実施をいたしましたあの国民統一政府からはデュアラシーラー副大統領やマンウィンカインタン首相が参加をされました であの共同声明も確認をして、国軍の暴力の即時停止や、拘束されている民主体制幹部らの解放、民主体制の復帰や、国軍を利する日本の経済援助の中止などを求めたわけでありますが、その中で,です、ね、1点だけお聞きしておきたいんですが、会議の中で出されたのが、このクーデーターによって多くの人々、特に少数民族が、周辺国も含めて避難をしていて、緊急の支援が必要だという要望です。 12万人の避難民があるということでありますが、先日、政府はあの400万ドルの緊急無償協力実施することも決めておりますけど、どあさらに周辺部など、支援が必要だと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。外務大臣 あの先日、WFP を通じまして、ヤンゴン地区の貧困層を対象に400万ドルの食料支援実施をま決定いたしましたのは、2月の,あのクーデター後、ミャンマーにおける食料事情の悪化、これが進む中で,で、とりわけあのヤンゴンの貧困層に対するま支援、人口も多いわけでありまして、人道上のニーズおよび緊急性が高いとの、 側のです、ねまあ、要請を踏まえたものでありますもちろんそのミャンマーにおける食料事情の悪化と、これはヤンゴンに限った話ではありませんで、それ以外の地域においても、現地事情と人道上の必要性、緊急性を踏まえて、どのような支援ができるか、と実際にものを持っていったりとかです、ね、まあ、あの国際機関とも連携をしながらです、ね、現地のニーズにできるだけきめ細かに応えていきたいと思っております。 井上聡君の国民投資政府は5月31日に声明を出しておりまして、あのまあ、紛争や貧困でもともと脆弱だった住民の状況が暴力の激化でさらに悪化しているということで、水、食料、避難所、医療、新型コロナ対策などの援助を緊急に必要とし,していると、この緊急声明で訴えております。ぜひですねあの、こういう訴えに応えて、日本としての人道支援を強化していただきたいと、以上で終わります。